がわかる動画その3。今日はやっと浮力の核心部分、たった一つのこのポイントがわかれば、あなたは浮力がわかるようになります。たった一つだけです。しっかりその考え方、イメージを膨らましてくださいね。そしてこの動画シリーズ、1本目、2本目があって、1本目、2本目の考え方、1本目は密度から質量、そして質量から重力を求めた。これが分かってない人はまず見返してね。そして2本目、重さってなんだっけってやったね。重さとは、そう、重力の大きさだったよね。何かける何？質量かける G だったね。これ分かってない人はしっかり復習しておいてください。もうスッと出てきた人はさすがバッチリですよ。さあ、たった一つのポイント、早速やっていきましょう。そもそも浮力って何ですか？水に浮かぶとなんか軽くなったりしますよね。気球も空にポカーって浮いてますよね。あれが浮力です。流体って分かるかな？皆さんで言いましょう。3、はい。流体。流体って水とか液体のことね。うん。そういう水とか液体、まあ油とかでもいいんだけどね。そういったものの中にいると、俺たちは今空気の中にいるね。そうすると空気から浮力って言って浮かばせる力が入ってくるんです。で、その先生、浮力ってなんで働くんですかっていうところ、まあ、ざっくりとしたね、イメージ。これ、和田流のイメージなので正しいかどうかわかりません。まあ、いろんな人がいろんなイメージを言ってますから、またいろんな動画ね、YouTube でよかったら見てみてください。例えば、はい、ここに水がいます。はい、水がこうやってたくさんあるよね。はい、水分子がたくさんある。そしてこの水分子はみんな重力を受けてるんだよね。そして重力を受けてるから、俺がもっと下に行きたいんだ、俺もっと下に行きたいんだ、俺もっと下に行きたいんだ、こいつの一個一個がみんな下に行きたい合戦してるんです。そしてこの中に水じゃなくてもっと重たいやつね、例えば、何でしょうね、なんかわかんないけど水銀とかね、水銀って液体の金属重たいんですよ。そういうのがあったら、俺たちはお前よりも重いんだぜっつって、こいつら下に、ブワーって下に入ってくるね。俺たちは水銀だぜ、お前たちよりも重いんだぜ、ズワーって、水くんたちが頑張って、あ、僕たち下に行きたいの、下に行きたいのって言ってるのに、俺たちは水銀だぜ、ズワーって水銀たちがもう重たくて下に落ちたい合戦で、俺たちの方が強いんじゃ、ジューンって下に来るよね。そしたら、水くんたちは、あ、一番下に来られたって言って、一番下にいたはずの水が、ぷわーって上に、こう、押し返されるよね。これなんですよ。落ちたい合戦で、重たいやつが下に行って、その結果、軽いやつは、こう、押し返されるっていう、こう、力なんですよ。そして、これね、重たいやつも、でも、周りのね、水くんがいるわけだから、水くんから、お前らもちょっと上に行けやって、ちょっと定力、成功、抵抗勢力を受けるわけね。こうやってこの浮力っていうのは受けてるわけで、ちょっと考えて、これ水だったら人間と水で重たいガスやってるわけよ。はい、ちょっとイメージするよ。ダランダランこれ水ね、プールね。そして皆さんがジャポン入った、はい、上手な人さんかけました。入った、人間と水で重たい合戦をやってます。そうすると、人間、俺が下に行きたいんじゃ、水、私たちも下に行くのよ。どっちが勝つの？水の方が若干勝つんだよね。結果、あー、ダメだ、水着負けそうつって、ちょっとみんなは浮くんだよね。で、浮いた部分っていうのは、これ重たい合戦に参戦してないんで、浮力、これ受けないんですよ。そうすると、浮力を受けるこの重たい合戦に戦ってる部分、この水に沈んだ部分が浮力を受けるんで、そうすると浮力を受ける部分がね、だんだん体がこうちょっと出てくる、体がちょっと出てきたら浮力を受ける部分が減っちゃうわけ。そうすると、まあなんとかこの押し上げられる力が弱くなっちゃうんで、もうこれ以上上にはいかなくなっちゃうわけね。はい。そして、さらにもうちょっとイメージするよ。はい。私たちは空気の中にいます。浮力あんま感じませんね。はい。空気分子、こうやっているわけ。みんなの方が完全重い。重たい合戦、俺らの方が重いんじゃ、人。空気。僕たちも、重たい合戦で下に行きたいんだ、もう。もう力弱い。うん。だから、人間が空気から受ける浮力ってほんのちょっとなんです。ほんのちょっと。でも必ず私たちは浮力受けてる。でもこの人間がね、もっとブワーって風船みたいに膨らんじゃって、体積が大きくなっちゃったら、重たい合戦し合う空気の数が増えていって、ブワーってこう浮いちゃうわけですよね。はい。それで気球って飛んでるわけですよ。はい。いうことで、浮力というのは、まあそんな感じで働くんだという、なんとなくの、これ和田流のイメージです。はい。正しいかどうかはわかりません。はい。
ね。そして浮力の大きさ、はい、今日のテーマでたった一つのポイントまだ言ってないよイメージね、はい、浮力の大きさを考える上でこのねアルキメデスの原理というのを考えましょう。3、はい、アルキメデスの原理、これね、ここにねタップタップの水があるんですよ。あの袋の中に満タンに水が入ってます。これそしてこれ水槽ですね、ビーカーの中に水が入ってる。そしてこれを今から沈めます、中にジャポン。そしたら下まで沈むかな、浮いてくるかな、とどまるかな、予想した、予想したら見ていいぞ、いくよ、本当に予想した、いくぞ、せい、沈んでません。まあちょっと頭の部分ね、この部分はちょっとはみ出て浮いてますね。水よりこいつ軽いからね。はい、ですが本体の部分はもうしっかり水の中でとどまってますね。そりゃそうだよね。だって考えて、水の中に水がいるんだよ。ここに水がいるよね、当然。ここにも、ここにも水がいるよね。この水かき回したりしてないんだよ。沈んでいく、浮かんでいく、ぐるぐる回る、そんなことないよね。ずっとここにいるよね。いやいや先生、小学校の時の理科の授業で見たと、水がポカーってこう浮かんでくる。それね、下から熱してたんだよね、あのアルコールランプとかでブワーッつって、あったかいと軽くなって上に行くの。いやいや先生、下に沈んでいくやつ見た違う違う、それはあの氷とかなんか入れて冷たくして、冷たい部分が下にうわーって重たいガスで俺たちが下に行くんじゃってやったやつね。はい、これ温度均一です、ほぼ。そうすると沈み合戦で、俺たちがってみんな同じ重さだからね、もう沈み合戦で誰も勝てなくてずっととどまってます。そしてそのとどまった水、重さが保護できる膜、ビニール袋でくるんであげた、当然その場にとどまりますよね。ってことは何が言えるか、この水重力と浮力を受けてとどまっている、重力と浮力を受けてとどまっている。そしてこの2つの力が等しいんだよね、とどまっているんだから。つまり浮力というのはここの水ね、あの水くんが入る前にここには水がいたんだよね、あの袋が入る。その水が受けるはずの重力と同じだけの浮力を受ける。うん、よくわからん。ということでもう一個ちょっと考えてみよう、いくよ。はい、この中に木球を入れるよ。はい、この中によいしょ、さっきの袋を出して木球受けるよ、入れるよ、どうなる？はい、ちょっと頭が出てきて浮くよね。沈めても頭が出てきて浮くよね。どういうこと？はい、木球が入った、こいつが入る前にここにはすでに水がいた。はい、今日はもうね、ここには水がいたんだ。俺たち水、俺たちはずっとここにいたんだ、俺たちはずっとここにいた水だね。この水たちが、排除されたよね、木球が来たことによって。お前さん木球が来たところによって俺たち水はここに入れなくなっちゃったんじゃないかね。水が入れなくなっちゃった、この入れなくなっちゃった水、排除された水が受ける重力の分だけ浮力を受ける。俺たち水の重力はこんだけ強かったんだぜ、水が受ける重力この分だけ浮力を受ける、排除された水が受ける重力の分だけ浮力を受けるね。そして木球くんは木球くんで重力を受ける、水の密度の方が高いので木球くんは、ね、水たちの抵抗ね、俺たちの方が重たいんじゃ、重たい合戦で水からうわーって浮力を受けちゃって、はい、その結果木球くんは浮いていく。浮いていって、そしたらこんな感じになる。
木球くんが押しのけた水、排除された水ってここだよね。この水の重さの分だけ浮力を受けるんだよね。つまりさっきはこんだけ丸々だったけど、今回はこんだけしか水排除してない。この水の重さって言ったらさっきよりも小さいから浮力は小さくなるよね。でも木球くんの質量はさっきと変わんない。この2つが釣り合って止まった。 OK。 はい、じゃあ次いくよ。ダランダラン、ピンキュー。はい、沈めるよ。どうなるかな。下まで沈めるよ。いけるかピンキュー、お前いけるか。沈み合戦でお前は勝てるのか。はい、勝てない勝てない、全然勝てない、もうほとんど沈んでないいうことで、さあどういうことかな。はい、ピンキューくんが無理やり罠によって沈められた。そしたら水くんが排除された。おいお前、なんで俺たち水を排除してんだよ。俺たち水はここにいたんだよ。俺たち水はこんだけの重力をずっと受けてて、こんだけの浮力お前ずっと受けてたんだよ。なんでお前たち心を排除したんだよ。はい、排除した水の分の重力の大きさだけ浮力を受けるんだね。ピンキューくんの重力はちっちゃい。当然ブワー浮いてくる。うん、沈める時も私もグーッと押さないとね、ダメでした。そしてピンキューくんが浮かん浮かんできた。はい、今回排除した水どんだけ。こんだけだよね。俺たち水を排除しやがって、でも今回お前たちちょっとだなって、俺たちのことちょっとしか排除してねえな。俺たち水はもともとこんだけの浮力を受けて、こんだけの重力を受けてたんだ。そしてこんだけの浮力を受けて釣り合ってここにいたんだ。はい、水くんが受けていた重力と同じだけ浮力をピンキューくんは受けるわけだ。そしてピンキューくんの重力はとても小さい。この2つが釣り合ってやっと止まったんだ。 OK。 さあライブイメージ湧いてきました。はい、ということでアルキメデスの原理、これね、イメージ、言葉を覚えるというかイメージが大事。浮力の大きさとは押しのけた流体、排除した流体、つまり水ね、今で言うの重さ、重力の大きさだけ浮力を受けるわけだ。 OK。 さあこれが分かればもうあと全部最強だよ。やっていこう。問いの1、や力の矢印と大きさを図示せよ。水があるよ、この中に木球を沈めたよ。そして水の密度は 1.0×10^3kg/立方メートルだよ。はい、そして、木球の質量が、体積はこんな感じだよ。もうあんまイメージ湧かないからね。はい、機械的に計算していきましょう。あ、重力加速度の大きさは 9.8m/秒を使ってくださいね。さあまず1問目だから一緒に行こう。はい、この木球くんが押しのけた水、おい木球、俺たちはここにいたんだよ。水様がここにいたんだよね。はい、この水様がここにいたんだよね。水様だけ今書くね。俺たち水様はここにいたんだよ。そしてな、いいかお前ら、俺たちはな、こんだけの重力を受けていて、こんだけの浮力を受けていて釣り合ってたんだよ。そう、つまり木球くんが受ける浮力というのは水くんが受けていた重力と等しいんだよね。これがアルキメデスの原理だ。ってことは水くんが受けていた、これね、書こうか。木球が受ける浮力イコール水が受けていた重力、まあつまり重さね、水の重さ、今までの英語を使うと水の重さ、等しいわけだ。じゃああと水の重さを
まとめればいいよね。はい、ここの水の密度はこれだね、 1.0×10⁴ キログラム毎立方メートル。水の体積はいくら？そう、木球くんが押しのけたんだからね、木球くんの体積と等しいよね。はい、 1.0×10⁴ 立方メートル。こういう状況、この水の重さが知りたい。そしたら重さは質量 ×G だよね。キログラムが欲しいんだよね、こっから。ってことは2つをかけたらいいよね。はい、 1.0×10⁴×1.0×10⁴。これに G をかけたらいいんだよね。うん、そしたらこの数字は数字で計算、 1.0×1.0。 あ、ちなみに G って9.8だね、今。はい、9.8、 だから数字は数字ね。はい、9.8、 指数は指数、10⁻¹。10分の1だから、つまりこれ 0.98 ニュートンの重さ、つまりこんだけの浮力を受けているんだ。はい、いきますよ、よいしょ。 0.98 ニュートンの浮力を受け、うん、次、重力を書こう。重力は浮力を受ける受けないに関係なく、木球くんは重力を受けるんだ。鉛直下向きに mg、 木球くんの質量が 1.50、重力加速度は 9.8、 こんだけニュートンの力を受ける。これが問いの1番でした。さあ、問いの2番の動画です。糸の張力の大きさを求めなさいという状況です。さあ、やってみましょう。これね、さっき、今度鉄球なの。鉄球ってことは沈むよね、このままだと。だから糸で引っ張ってあげないとダメだよね。はい、ということで考えていこう。まず浮力からいこうかね。浮力ってここにいたはずの水が受ける重力の分だけどね。何、俺たち水さんが押しのけてくれてんだよ、鉄球さん。俺たち水さんの重さの分だけお前に浮力与えてやるよ。俺たち水の重さいいか。はい、もういけるね。俺たち水の重さはこんだけあるんだぞ。はい、重さっていうのは質量だよね。うん、質量かける G。 水、ここにいたはずの水の質量っていくら？そう、水の密度は ρ、 ここの水の体積は V だよね。鉄球が押しのけたんだから。ってことは、はい、ρV が水の質量だよね。それに G をかけたら水の重さ、こんだけニュートンの浮力を受けるんだよね。ちなみにこれ公式になってます、ρVG 浮力。でも理解してたら覚える必要ないよね。そして鉄球の今度重力ってどんだけですか？はい、こんだけだよね。重力 mg。 じゃあ、あと糸の張力いくらですか？糸の張力は上向きに t、 あと力の釣り合いね、 t 足す ρvg マイナス mg は0。 t が知りたいからmg マイナス ρvg ニュートンって分かりました。以上、お疲れ様でした。